羽田空港第1、第2ターミナル駅は、東京都大田区羽田空港3丁目にある、京浜急行電鉄空港線の駅である。駅番号は KK 17、KK17、京急最東端の駅である。2010年10月21日の、羽田空港国際線ターミナル駅開業に伴い、羽田空港駅から、羽田空港国内線ターミナル駅に改称され、 さらに羽田空港旅客ターミナルビルの名称変更に伴い2020年3月14日より羽田空港第1第2ターミナル駅に改称されたただし列車駅先等の旅客案内上では羽田空港第3ターミナル駅と当駅の総称として現在でも羽田空港の名称が用いられる当駅は空港線が 東京国際空港の敷地内へ延伸された際に、新規開業したものである。なお、開業から2004年11月30日までのおよそ6年間は、羽田空港の国内線の発着は、現在の第1旅客ターミナルビルのみ共用されていた、ため、西出口のみ開設されていた。また、当駅の真上を、東京湾岸道路が通る予定となっていたこともあり、 道路ができてしまう前に改作工法で工事を行うために空港線の第一期延伸工事と並行して工事が開始された。8両編成対応の島式ホーム1面2線を有する地下駅である。首都高速道路湾岸線と国道357号の真下、羽田空港第一旅客ターミナルビルと第二旅客ターミナルビルのほぼ中間に位置する。 出口は東西にあり、西側は第1ターミナルに、東側は第2ターミナルに接続している。両ターミナルを連絡する動く歩道付きの地下通路も併設している。2004年12月1日の第2ターミナル、共用会始以前は西側出口のみ営業していたが、東側出口の設置準備工事は完了しており、当初より、 第二ターミナルの共用開始を考慮した設計となっていた。第二ターミナル共用開始から出入口付近の柱に色が施され、西側が日本航空などが発着する第一ターミナルのイメージカラーである赤色に、東側が全日本空輸などが発着する第二ターミナルのイメージカラーである青色に塗られ、出口を誤らないような工夫がなされている。 他の京急線各駅や京急電車車内の路線図でも同じような記事が掲載されている。また、空港線の全列車で当駅到着の際に改札口と航空会社ごとの発着ターミナルの案内を行っている。2005年から開業7周年記念の京急二次計画プロジェクトの一環で、 京急のイメージソングであるクルリの赤い電車をアレンジしたものを接近メロディとして使用している。2008年11月18日には品川駅下りホームで使用されているものと同じ音源に変更されている。編曲はクルリのメンバーの岸田茂が自ら手がけた。使用されているフレーズは2005年からのものとほぼ変わらないが、最後に グリッサンドが入っているなど、アレンジや音色が異なる。2020年度の1日平均乗降辞任は47,110人で、計9,000、全72駅中7位。開業後の1日平均乗降乗車辞任の推移は、下表の通り。1956年から1991年に、かけて、現在の空港線穴森稲荷、天空教官に、 羽田空港駅があった。この駅は、同年の営業休止後、1993年の空港線延伸開業時に地下化した上で移設し、羽田駅へ駅名を解消して営業を再開。さらに1998年、現在の羽田空港駅の開業に伴い、天空橋駅に再改称を実施した。当時の羽田空港駅は、 エビトリ川を挟んで空港の対岸にあり、旧空港ターミナルビルまでは連絡バスでの移動を余儀なくされていた上、当時の空港線はほぼ終日京急かまた、羽田空港間を折り返す普通列車しかなかったため、利便性では、モノレールなどの他の輸送機関に遠く及ばなかったことから、やがて連絡輸送は一時中断。その後沖合一点が具体化した1980年代に、 マイクロバスで連絡輸送を再開したが、1993年に移転開業するまで、空港線は、本線とは、ほぼ完全に独立して存在していた。そのため、1998年に開業した2代目の、羽田空港駅とは、単に駅名が同じであること以上の関係はない。また、現在の東京モノレール羽田空港線羽田空港。 第一ターミナル駅も第二旅客ターミナルビルが共用される前の1993年から2004年までは羽田空港駅を名乗っていた。両者の駅名が同じ羽田空港駅だった2000年に両方の駅がまとめて一駅として関東の駅100線に認定されている。当駅と羽田空港第3ターミナル駅間の運賃は通常有料だが羽田空港で 国際線、国内線、または国際線同士を乗り継ぐ乗客に限り、その間の運賃が無料となる。乗車する際には、第一第二ターミナルの案内カウンターにおいて、パスポートと乗り継ぎ便の航空券を提示し、乗り継ぎ乗車票を発行してもらい、それを駅の改札口にて提示する必要がある。ありがとうございます。